おっす。ということで、どうもこんにちは、コウジです。ということでね、本日も早速やっていきたいと思います。今日ですけれども、ちょっとね、 DM がいくつか来てる中でちょっとね、ピックアップしたいなっていう質問がありまして、それをね、ちょっと説明しようかなというふうに思います。っていうのは、最近ですね、まあ言霊をほぼ中心軸において、動画っていうのをやってるんですけれども、まあ僕もともと結構科学的な意味合いも持って結構動画って撮ってたんですけども、今後のテクノロジーとしてね、トランスヒューマニズムとかああいうのもやってきた中で、まあ最近扱ってないから、そのテクノロジーの話はどうなったんですかという質問が来るんですよ。要はテクノロジーは結局善なのか悪なのかみたいなね、そういう質問なんですよ。だけど僕が言ってるのはですね、この古事記のいわゆるその内容的にはですね、世持つ外国っていうのが精神的な規範が整ってないよねっていうことで、宇治が湧くとかね、その古事記の表現において宇治が湧くとか汚き国とかね、こういう表現がね出てくるので、どうしてもその科学文明とか物質文明っていうのが悪いものなんだっていう風なね、意味合いに聞こえるかもしれないんですけども、まあ本質的にはそうではなくて、物質科学文明がこの究極にまで到達するまで待ってたということになるんですよ。これっていうのは、まあ言霊学をですね、僕ちょうど今サロンでやってますけれども、まあこれをですね、ずっと解き明かして学んでいくとですね、それが見えてくるんですね。そういう原理として、渡されて物質文明を、ずっと進めていたということがわかるんですね。っていうのは、前回にも動画でちょっとちらっと言ったんですけど、まあ日本とこの世持つ外国の中では地引きの石っていうものが置いてあると。で、これはどういうことかっていうと、戸塚の剣っていうね、まあ皆さん聞いたことあると思うんですよ。この戸塚の剣っていうね、神話上に出てくるこう剣なんですけども、これっていうのは、もちろんこう戦いにおいてね、誰かをこうぶった切るとかね、まあこういうこととかも、あるんですけれども、もともとこの言霊とかの世界観でこう見ていくとですね、この剣っていうのは、転用の判断力のことを言ってるんですね。両面を持って判断するっていう、だから主体と客体の両面から判断するって方法なんですね。これっていうのは分かりやすく言うと、例えばですけれども、1から10までの法則がありますね。法則というか、まあ、物質的な物理法則でもいいですし、10個の物事があった時に 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 って言って10に向かっていくのはですね、これは物質文明のいわゆる物事を切って分析していくっていう方法なんですね。例えばですけども、水っていうものがありますね。水っていう物質をですね、こう分解して、そうすることによって中に酸素と水素っていうのがあってっていう、でさらにそれもこうね、分割して切っていくと電子とかね、こう出てきたりだとかして、それをさらにこう切っていくと、素粒子が出てきてとかね、こういう風にですね、物質文明っていうのはその物事を外へってこう進めていくっていうね。だから1から10まであったら、この 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 って言って、外側にこうね向かっていくっていう、この分析能力なんですね。で、逆に高天原日本っていうのは機能法って言ってですね、いわゆるそのね、1から10まであったら19,8,7,6,5,4,3 ってこう戻ってくるっていうね。で、最終的に戻っていったら、これは精神の領域に入ってくると。物事をこう起こしてるって、現象を起こしてる、その最初の発端って何っていう風になった時に、言霊の方にこう繋がっていくってね。だからこれをですね、精神の50音として、もう余すことなく、50個のですね、構成要素から人間というのは、思考の、形成が始まって、時間とですね、そこの位置ですね、自分が今どこの位置にいるかっていうね、ポンと中今って言うんですけども、今この瞬間ですね、今この瞬間自分がどこにいるかっていうね、この次元の中のどこにいるかで、さらには、客体に結ぶまでの時間軸の中にいるわけですね。だから時間と空間と次元、この3つの中で人間っていうのは、まあ、精神的な構造を持って現象を起こしてるよっていう、これが最初の発端となる精神の、日本の高天原にもともと備わってる、そういう精神構造だと。で、一方で、これ優劣の話とかでもなくて、先民的な話でもなくて、人種的な話でもなくて、言語上、この50個っていうものの音図が備わってないから、ここに到達するのは無理だよ、ということで、地引きの石を置いたんですね。で、逆に、現象シーンっていうのが全部で32個あるんですね。で、言霊、んっていうものを含めると33になるんですよ。で、33っていうのはよくフリーメイソンとかも出てきますけれども、物質におけるですね、究極の数字になるわけですよ。33っていうのがね、33階級とかってよく言うじゃないですか。いわゆるこの33っていうのは現象シーンの構成で、こっちに渡ってるっていうね、概念上で渡ってるわけですね。これをもって、物質科学文明を何千年もかけて進めてきたと。で、もちろんですけれども、これが解き明かされたっていうのが何千年も前の話なんですね。
あの正確な数字はもちろんね、記録があるわけじゃないからわかんないですけども、少なくとも2000年以上前ですね、エジプト文明とかよりも前の話なんで、あのもう5000年とか前なんですよ、にこの50音図っていうのが完成した時には、人間の精神構造っていうのはつまり5000年前から解き明かされていたと。だけど一方で物質文明というのは進みが遅かったわけですね。でこの時に物質文明を進めていかないと、そのさっき言った1から10までの機能法はこっちは完成してるけど、でも外側へ外側へ探求していった時に、同じように精神と同じ、いわゆるその精神的な最初の意識としてあの発芽されたこのビッグバンにたどり着くことができるかっていうね、こことここが一致した時によって初めてお互いのこの文明がですね、あの究極にまで行くってことになるんですよ。だけどそれがですね、やっぱり物質文明として進むのが遅かった。だから精神文明っていうものがここにあると、物事が進まないからつって全部埋めたわけですよ。埋めてあの概念化して、だからこの50音っていうのももっと分かりにくくするように、古事記っていう形で神話として比喩表現でなぞなぞにして残したっていうね、こういう状態なんですよ。まあこれがですね、時間が経てばいつかこう復活するようにですね、こう仕掛けられているっていうね、こういうことだったんですけども、まあこの精神文明っていうものの原理をですね、一回どかしてから本格的な物質文明科学っていうのが進んでって、まあこれがですね、よく言われているこのユダヤとかの物質科学文明みたいなものがずっと進んできて、いわゆる錬金術から始まって、そこからこう数字の概念だったり科学的なそういう思想が出てきて進んできて、最終的に今のテクノロジーに発展して、ここからですね、この今見えているこの、物質科学のですね、究極としてビッグバンを解き明かすよっていう、こういうところにですね、今向かってるわけですね。あの最初に精神というものがですね、解き明かされていたのに、物質はまだ究極にまで発展してなかったと。これをですね、あの要するに待ってたということになるんですよ。だからこれがですね、両方じゃあ出揃ったっていう風になったら、これはもう人類の世界文明としての究極に達するんですよ。でこの究極に達したらですね、まあ、今までっていうのは逆に日本でもあのこの精神原理っていうのは埋まってたんで出てこなかったわけじゃないですか。なので科学だけがずっと発達してたんですよ。で人間の精神構造が追いついてなかったんですよね。もちろんこのシンギュラリティに向かうつってね、科学だけがこうバーッと発展して人間の精神原理が追いついてないから、いろんなところで、ね、戦争とかにそれを使ってしまったら全然関係ない一般人までもね、巻き込んで死んでしまうとかね、そういうところまでこう発達してたんですよ。でそれが日本からこの原理が出てきたことによって、日本人から両方ですね、この科学として究極に向かってる段階で、日本の50音っていうね、精神構造がバッて出てきて、この両方を動かすと、車輪のごとくね、そうすることによって世界文明を切り開くのは日本人だよっていう、こういうことになってくるんですよ。なので向こうの人たちっていうのは全然悪いとかそういう話じゃなくて、むしろこの科学っていうものを究極にまで発達させてきたね、世界文明創造のために絶対に必要な役割の一個だったということになってくるわけですよ。だからそれに対して善だ悪だっていう風になってるのは、今はねこうやってぶつかり合ってるけど、そこからボーンと新しくね生まれてくる、こういったものでまた新しく作っていくっていうね、この新しい文明が来るわけなんですけども、あのそういう時にですね、いわゆるこの科学が必要でしたよという風になってくるわけですね。いろんな陰謀論とかありますけれども、もちろんその裏側はじゃあどうなのかって言ったら、そのテクノロジーそのものが悪さしてるわけではなくて、悪さしてるのはやっぱり人間なんですよ。だから人間のその精神構造がおかしいでしょって話になるわけですよ。だからそれを調和できるっていうのは、まずこの原理をじゃあ知った日本人が率先していくんじゃないですかっていう、こういうことになってくるわけですね。だからあの科学があの悪だとかそういったものは一切なくて、世界文明を創造するんだったらこれは絶対になきゃいけないと。究極にまで発達するテクノロジーを扱うのは人間の精神がちゃんとそこに到達してないといけませんよと、こういう欲望の社会を消していくっていう、そういう話なんですね。で今のこの欲望の社会っていうのは、ウを中心軸に置いた次元っていう、これ天津カネギオンズっていうんですけども、まあアイウエオなんですけども、ここからですね、まあこの次元っていうのはですね、あの横の並びが赤サタナハマヤラワになるんですけども、これ最後にですね、あの本当は和に到達しなきゃいけないんですけど、和に到達できないんですよ。最後はラで終わっちゃうんですね、ラ行で。でラ行っていうのは不韻の役割においてですね、あの物事がいわゆるその流れてしまうと。だからラ行って流れるとか、あの流れとかね、れとかるとかっていうのは、この物事がこう流れるっていう、こういう力道を持ってるわけですね。これが各次元層においてあるわけなんですけども、まあ、要するに流れていってしまって最終的に調和を生むっていうことはなくですね、ずっと延々と繰り返し流れてしまうよっていう、こういう配列になってるわけですね。あからいわゆるラで終わっちゃうんですよ。
これをアト・ラを取って荒ぶる神と呼んでるんですよ。つまりスサノオっていうね、ここに出てくるわけですね。この荒ぶる神っていうのが、人間の欲望っていうことになってくるわけですよ。で、最終的にアマツ・スガソ・オンズっていう人間精神のね、あの最高の規範である道徳的な実践地を持って、ね、言葉は絵を中心軸に置きましょうっていう、これはアマツ・スガソ・オンズなんですけども、アマツ・スガソ・オンズっていうのはですね、漢字で書くとね、朝という字が入ってるんですね。これはまあ天皇家にもね、ずっと儀式的にもこう伝わってますけども、まあ朝と、日本はですね、かなり深い関係がずっとあるよって言われてますけども、これっていうのはアマツ・スガソ・オンズにおいて荒で終わってた部分がですね、朝で終わるんですよ。朝の文化っていうね、ここで出てくるわけですね。だからこういうところにもですね、ちゃんとこう、まあ、メッセージ性がね、こう残ってたりするわけですよ。だから言霊とかを勉強していくと、少なくともね、このやっぱ言霊っていうのを学んでいくっていうのはすごくね、重要だと思うんですよね。テクノロジーも確かに僕好きですからね、勉強しますけれども、テクノロジーはね、ちゃんとこう、なきゃいけないと。で、僕なんかはですね、まあ結構、科学的な話も好きなんでね、このホーキングの本とか、あとはですね、2050年の技術とかね、シンギュラリティとか、ホモデウスとかね、まあこれ有名ですけども、まあこういう本とか読んだりとかして、科学的なね、こう知識もこう、つけたいなというふうに思ってるんですけども、あとはですね、言霊の本もですね、結構あるんですよ。例えばここに、こんだけあるんですね。1、2、3、4、5。5冊ぐらいあって、プラス、さらにあるんですよ。1、2、3、4、5、6。まあ本としては多分言霊の本は11冊ぐらい持ってて、これをね、こう全部、読んで、まあいろいろそのやっぱり理解したいなと。で、他にも Kindle で本としてじゃなくて電子書籍としてね、10冊ぐらいあるんで、結構ね、いろんなところをこう読み漁ってるんですけど、まあこういう感じでようやく自分なりにたどり着いたっていうね、こういう話なんですよ。だからまあ別に僕の話はね、こう受け止めてくださいみたいなことはこう言うつもりないんですけども、まあ少なくとも僕はなんかいろいろ見てきて、あ、そういう感じかと。だからやっぱり精神的な部分もちゃんと保たないといけないし、そこもちゃんと見つめなきゃいけないし、かといってめちゃくちゃこう発展していくテクノロジーもちゃんとうまく使っていくっていうね、自分の中で消化するっていうね。で、よくこの対立とかね、この善と悪の対立でこうバチバチやってるんですけど、本当に最終的に究極的に必要なのは絶対的視点っていうね、視点が必要になってくるんですよ。これが何かっていうと、まあ分かりやすく言うと、自分と他人って全く別々に思えるじゃないですか。全く別の、ね、考えを持ってて、別の思想を持っててっていうね。だけど、これも含めて自分だよっていう考え方に持っていくっていうのが究極に言霊の世界で出てくるんですね。それをこう絶対心みたいな立ち位置で見るんですけども、要は、例えばお子さんのいる人だったら分かると思うんですけども、子供が風邪ひいちゃったと。で、なんで風邪ひいたんだろうっていうふうに考えてるうちは、主体と客体って全く別物なんですよね。なんで風邪ひいちゃったんだろうなーみたいな、まあ、夜中にね、こう自分で足ね、バタバタやって蹴っ飛ばしちゃって、布団がこうずれちゃって、で、クーラーとかつけてたから、それで風邪ひいちゃったんだろうなというふうに考えてるうちは、主体と客体というのは一致しない、いつまでもずっと離れたまんまっていうね、主体と客体って別物なんですね。だけど、これを一度ですね、愛を持って、まあその子供もね、自分では布団かけられないし、足で蹴っ飛ばしちゃったって言ってもね、それを自分でこうやって引き直して、こういうことはできないと。ということは、つまり、そこに気を利かなかった自分のせいだと。自分ごとかのようにですね、振る舞って、ちゃんとこの赤ちゃんに対しても、いろいろこう考えてあげなきゃっていう、この赤ちゃんの視点に立ったとき、主体と客体の視点の両方に立った、これを絶対的視点って言うんですね。だから日本の役割としては、いきなりね、そういうことをやれって言っても無理かもしれないですけども、考え方としては、いわゆるその日本っていう立ち位置の人間が世界っていうものをですね、パッと見たときに、善と悪がどのこので、この悪をぶっ潰せとかって、そういう話じゃなくて、この善と悪って言われてたようなものとかも、全部許しの世界に持っていくわけですよ。で、そっちの視点からもちゃんと物事を見てた時に、まあ例えば宗教的な話でもそうですけども、まあその宗教はその宗教なりの意義があって、で今までね、争ってきた戦争にもお互いの国の意義はあったわけですよね。意義がなかったら戦争なんかしなかったわけですからね。だからその意義っていうものとかをちゃんと明確に指摘ができて、これはただ批判ではなくてですね、指摘ができて、その立場からの物事だったら、そうなりますよね、という許しをですね、こう持っていかないといけないわけですよ。どっちかの意義がね、
通らないみたいなことになって、結局争っていくとずっと荒ぶる神のねスサノオにずっと覇権は取られるわけなんで、こっからこう変えていかないといけないわけですね。まあ、そういうのに必要になってくるんですよ、このね言霊っていうのが。だから僕はですね、別になんか宗教的な組織を作りたいとも一切思ってないし、なんなら僕宗教っていうのはあんまり好きじゃないタイプなんでね、今までもなんかいろんな勧誘受けても全部こう跳ねのけてきたタイプなんで、そういうことも思ってないし、あとはもう科学としてね、世の中はこう科学的にしなきゃいけないっていうような、そういう偏ったものではないので、両方ともやっぱりね、どっちもこう偏見なしに入ってって見てみるっていうね、こういうのがこう必要かなというふうに、特に最近はね、固まってきたかなというふうに思ってます。ということで、テクノロジーはですね、だから悪ではないですね。それをこう使おうとしてる、何に使うかによって、その、使おうとしてる人物の思想は見ていかないといけないっていうね、こういう話だと思います。ということで、本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイ。